少なくとも10台のトラクターを盗んだと見られています。自称、中古車販売業の野原哲也容疑者、47歳と、麻雀店従業員の吉野誠容疑者、52歳は、去年10月、埼玉県羽生市内の資材置き場から、50万円相当のトラクター1台を盗んだ疑いが持たれています。警察は、野原容疑者らが何らかの方法で、 トラクターを操縦して事前に準備したトラックに積み込んで盗んだと見ています。ノバル容疑者の倉庫などから、合わせて10台のトラクターが押収されました。警察は、転売のルートや余罪についても調べています。盗んだ後は、外人系のヤード業者に売り渡され、海外に輸出されます。日本の企業に売り渡すと、足がつきやすくなることから、 まず日本の企業には持ち込まないでしょう農家が命がけで使っているところから盗むなんて許されません余罪はたくさん出てくるでしょう簡単にできる犯罪かもしれませんが被害者にとっては一生忘れられない苦い経験になりますトラクターのキーはほとんど共通キーがなくても短絡すれば OK の場合が多いです 金属も高騰しているので盗難に注意しましょう。